とか入っとらん。こんばんは。今日は今日はお出かけをしてました。今日はコウコちゃんとお出かけしました。楽しかった。久々に遊びましたね。なんかちょこちょこ会ってはいたんですけど、久々に遊びました。そう、なんかね今日本当はというか、ジブリの広島県立美術館でジブリのなんかをやっとって、今で昨日それ行きたくないってなって、じゃあそれ行こうやってなってね、調べたんよ。そしたらなんかもうチケットが売り切れとって、明日のやつは、今日のやつはもう売り切れとって、あ、いけれんねってなったんだけど、そこじゃなくってもう一個なんかよく分からんけど無料で時間だけ予約できるところもあったんよね。じゃけ、あ、なんかよく分からんけどこっちは予約できるけ、これで予約するわって言って予約したんですよ。でそれ今日の13時半に予約して、あ、なんか分からんけど行けそうやけよかったよかったって感じで予約したんよね。で今日13時半に美術館集合ねってなって、コウコちゃんと美術館に集合したんですよ。そしたらまさかのあの行った美術館が全然違うところで違う美術館にお互い集合しちゃったんですよなんか広島県立美術館っていうところでジブリのやっとったんやけど、私たちは広島美術館、分からん、なんかよく分からん違う方に集合しちゃって、2人して、やっちまったと思って、しかもさチケットも大人気やけもう取れんかもと思って、でももう絶対間に合わん距離だったよね。予約した、もう13時半に予約しとって、13時半集合しとったけさ、私たちギリギリに集合しとったけもう間に合わんけ、もう時間無理じゃってなっとったんじゃけど、もう一回サイト急いでみたら15時半も空いとったんよ。待って、15時半も時間予約みたいなできるよって、まだお金はね払わん予約のやつだったけ、時間だけ予約できるって言って、じゃあ15時半に行こうってなって15時半に向かったんですよ、本当にやってる方の美術館に。そしたらまさかのそのチケットがなんかなんかの会員になってる方だったら無料で入れますっていうやつの方を予約しとったよね。なんかなんちゃら協会の会員とかなんちゃら美術館の会員とかで、まあ私もコウコちゃんもなんちゃら協会の会員じゃないから結局ジブリ展行けなくてもう本当にコウコちゃんごめんねって感じでだったんですよ。もう本当にごめんなさいでした。そう、3度目の正直ぐらいだったんですけど、
すべて間違えてた。ごめん、コウコちゃん。そう、それで縮景園っていうその広島県立美術館の隣に縮景園っていうなんか園があったよね。じゃけん、じゃあそこへ行こうってなって、もうコウコちゃんめっちゃ優しく、そうね、慰めるというか、なんか全然責めたりせず、全然いいよみたいな感じで言ってくれて、もうありがとうって感じで出景園に行きました。今日はそう出景園、なんかさ出景園めっちゃ有名じゃし、なんか紅葉の季節とかさ、あと桜はどうなんやろちょっと分からんけど、なんかよく名前聞いとったんよ出景園で。私もなんか広島市内のどっかにあるし、めっちゃなんか庭園みたいな、なんか感じっていうのは知っとったんやけど、でもどこにあるか知らんくて、でも普通にさ市内にバッて現れて、しかもマジでびっくりした、京都だった、京都、ほんまに京都でした京都だったの、ほんまにマジでびっくりした。すごい素敵な風景が広がっとって、めっちゃ素敵だったの。そう、初めて行った、なんと広島県民じゃけど初めて行きました。めっちゃ素敵だったし、そう、秋と春なんか全部の四季で行ってみたいなと思いました。ほんまに素敵だった、マジで感動した。そう、場所も知らんかったよ、ほんまに今日知った。でもめっちゃおすすめです、みんなおすすめ。いっぱいさコウコちゃん写真撮ってくれた。じゃしコウコちゃんはあの写真だけじゃなくて動画もなんかふとした時にいっぱい撮ってくれるんですよ。もうあざすって感じありがとうございますって感じ。じゃけいっぱいさ撮ってくれたけんさ載せます、いろんなところに。今日ファンクラブにも撮って出し動画載せました。皆さんめちゃくちゃ変わるんですけど、話が、私のどこか変わった場所わかりますか？あ、正解、早い、すごい、食い気味そう、前髪切りました。前髪、これは本当に数時間前に切りました。今日の朝とか今日の撮った写真は結構長くて、あのシースルーな感じ、おしゃれな感じの前髪を目指して今日セットしたんよね。でも今日あの遊んだコウコちゃんがのパッツンが可愛すぎて、てかコウコちゃんが可愛すぎて、もうめっちゃ前髪切りたいってなって、そうコウコちゃんとバイバイした後に美容院予約して前髪切ってきました。パッツンにしてきました。
ですか？そう、前髪だけめっちゃ久々に前髪だけ切ってもらったんやけどさ、あっという間すぎてびっくりした。ほんまになんか滞在時間10分ぐらいでサクッと切ってもらえて、しかもなんかやっぱなんか前髪ぐらいだったら自分で切ろうみたいな感じでずっと自分で切るよったんやけど、でたまにメイクさんに整えてもらったりしよったんやけど、やっぱ全然違うねやっぱ美容師さんが切ってくださったら全然違うわ、びっくりしましたこれからもこれからはちゃんと美容院に行こうと思います。え、全然違う、ほんまにいい感じ。グパッツンを楽しもうと思います。なかなか起伏切れる気温にならないなほんまにそう、もうほんまに秋が一番好きなのに、多分最近の石田調べ秋が結構最近は一番好きなのに秋全然こんけ、寂しい。え、で本当に11月ぐらいまで暑いままじゃない？知らんけど、ほんまにね。くくー10月はまだ暑いみたい。え、そうなの？まだまだ夏服が活躍しそうです。また秋が飛ばされてしまう。そうだね、秋飛ばしだね。悲しい、日本の素敵な四季が。二季え、春は悪くない？今日誕生日、なかちゃん誕生日おめでとう、誕生日おめでとうございます。よかったボイスメッセージも届いて、おめでとう。ボイスメッセージ結構もう終盤にかかってきました。皆さん長らくお待たせしてすみません。本当にファンクラブありがとうございます。まだ終わってなかったの、すみません。あと
30名かで終わります。カメタ遊んできた。え、ほんまにさ、びっくりしたんやけどさ、なんか川池に鯉がいっぱいおることはさ、なんか日本だなみたいな感じでよく見る風景なんですけど、出景園は川に、あ、川じゃない、池に、もうほんまにもうびっくりするぐらいカメがいっぱいあった。え、しかもなんかカメがすごい下まで泳ぎよって、あ、カメってこんな深くまで泳ぐんやと思って、ほんまにカメがいっぱいいました。じゃしね、なんか池見たら金色の鯉がおって、え、金色の鯉やと思っとったら、もうすごい金運上がるわと思っていっぱい見とこうって思っとったら、至る所に金色の鯉がいて全然なんかレアとかしなかった、いっぱいおった。でもじゃけいっぱい金運が上がったと思います。でし、なんかカメもなんかいいことありそうだなと思ったので、今日は運気が上がったのではないかと思います。長寿か、いいですね、長生きしたいです。人多かった？いや、出勤ね、いや、そんな多くなかった。海外の方が多かったかな。何歳ぐらいまで生きたい？90歳ぐらいリアルな目標90歳ぐらいまで生きたいな。ほんまリアル、確かにね、確かに100は狙わないあたりがリアルだね。でもその時のあれによるけど、もし孫とかがおったら長生きしたいですね、もっともっと。実際65ぐらいでいいやって思っちゃう。あっという間だよ、そんなのダメだよ、もっと生きなきゃ。前髪切って大人っぽく見える、本当に逆転の発想おばあちゃんになったら出家園みたいな家で家庭でのんびり暮らしたいな。
なんか今日メイクもいい気が。ほんまに嬉しい。メイク結構ナチュラルかも。あとカラコンが今日ナチュラル、今日はナチュラルですな。確かにパッツンだったらナチュラルメイクが合うのか。お出かけもファッションも爽やかだった。そう、久々にワンピース着ました。もうズボンデニムが多いけ、今日はなんか久々にワンピース着た。私このリップの色あんまり似合わんくて急にでもこのリップを買ったらあのついてくるっていうリップケース、ビーズのさめっちゃ可愛いリップケースがついてくるってなった時ノリで買ったよね。でも私なんかイエベ春なんですよ多分。なんかやけ青みがかったピンクが似合わんくて、でもまあもっと乱視買うかと思って買ってちょこちょこ使いよったんやけど、やっぱ似合わんかもと思って最近使ってなかったんですよ。でもちょっと塗ってみる、久々に。久々に塗ったら似合うようになってるかも。だしもう今日はネイルだけなのでお風呂入って、これさショールーム、夜のショールームで挑戦したらいい。なんかすごいパキって感じじゃないですか。確かになんかこの画面で見たらさそんな違和感ないんやけど、鏡で見たら、あでもさ違和感ないかも。髪暗くしたけんさ、髪黒くしたけんさ違和感ないかも。うん発見。つけない方が良かったね素直素直なご意見でおもろい。まあそうですよ、これ濃い系さがっつり今がっつりつけたんやけどさ、内側だけとかポンポン塗りしたらいい感じかもおもろい。ツボつけない方が良かったね。なんかつけない方が良かったとかつけない方が良かったよとかじゃなくて、つけない方が良かったねなのか可愛い面白い優しいニュアンスなのか面白い。
染んできた。ほんまに？最近地方コンの瀬戸利のプレイリストを作って聴きよる。めっちゃ楽しみ。10月14、15 13、14やっけ。どっちなんだい。13、14や。10月13、14、チョコン、めちゃくちゃ楽しみです。なんかグッズとかもいろいろって感じで、皆さん楽しみにしとってください。2人決まってます。その頃には涼しくなってるかな。なれなれ涼しくなれなれ。ファンミとグッズは違うの。違います。ソロコン行くって。やったー。なんかすごいいっぱい来た。やったやった。楽しみ。まいちゃんがさすがに歌ってる。いや、私もなんか歌いたいなんかというかもう決めとる。もう時間ないよね。一曲だけさ歌いたい。サクッと。昨日の余韻が まあいいや、セリフ楽しいことばかりじゃねえ、避けては通れねえ道、一発ここでやるしかねえじゃん。ブチッと何かける音がした。校舎の裏呼び出されてガタガタ言ってるから、半端なヤンキーお掃除しなきゃ。マジスカロクンの汗息が出るだけじゃ、夜中飛ばしてたって始まらねえ。マジスカラクロ力見せつけたいなら、ここでタイマー張ろうぜ。ショータイム。
懐かしい。あこっちか。これさ、昨日やったけど、ちゃんと衣装とかもヤンキーっぽくして、髪とかも超ちゃんとやって、もう一回やりたい。マジスカの雲は、また本気で生きようぜ。19位オイルマス元気さん、18位パルダーアグリさん、17位ユミミキャンさん、16位ヌルヒミさん、15位ジムジムさん、14位ヌルディンさん、14位ヌルディンさん、13位カズキンさん、12位ミックさん、11位フークローさん、10位高平くんさん、9位宮川和之さん、8位ツルキンさん、7位ダンスくんさん、ラッキーセブン、6位ヨイヘイさん、5位フミチーさん、4位グルーティーンさん、3位おっちゃんさん、2位サマンドゥさん、そして第1位はキュン、センキューちょっとどうしても言いたくなった。第1位はピューヒュン41さん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう、イエーイ、ありがとうございます。配信ありがとう、こちらこそありがとう、ありがとうございます。じゃあカラオケ多い。カラオケ終わって、うわお。スクショタイムを最後にしようと思います。前髪を整えまして、めっちゃ綺麗なパッツン。イエイ、あ、切ったよ。爪伸びてきた。マジスカっぽいポーズ。今のはあんまスクショ載せてほしくないかも。はい、ということで、あ、皆さんありがとうございました。イエイ、おやすみなさい。皆さん素敵な夢を見てください。